が一番こう食感もいいから、これをだいたいこのぐらい、このぐらいでこう首を向けてください。代々農業やってるから、親父がちょうど自分が高校入学した頃亡くなったから、卒業と同時に収納したという感じかな。だいたい5本ぐらい、5本から7本ぐらい切ってください。しっぽしっぽ持ってきて、で袋に入れてください。自然が好きやからね、自然と一緒に、もうコンクリートジャングルの中にはもう住みたくないし、それはあったね、やっぱり自然の中でなんか仕事ができたらいいかなって、その思いがどこまでかがわからなかったからね、親子でもそういう会話なかったから、その傍らで自分がやってくることをどこまで理解してたか知らんけど、やっぱ一つそういう思いがないとなんか できないような感じがしてね、自分で。こんな感じで今から漬物を作っていきます。の前にちょっと大根をもう一回1キロに合わせるので、測って水でこう洗ってもらうので。味もいいよね、虫病気にもやられないし、お客さんが美味しいというものだったらどれでもいいよ。その農法の一つとして自然栽培という方法を取り入れてるだけで、環境を整えるまで時間がかかる。基本あったかくて柔らかくて水はけ水持ちの良い土作りというのを、稲科の作物を作りながら土をきれいにしてやって、そこからが始まり。考え方としては非常に単純なんよ。畑に持ち込むものは種以外はアウトというか、まあ、自分の中ではね。でもそこがなかなか難しいよね。そういう自然を見る目、観察、シンプルなんやけど、なかなかね、そこに行くまでにいろんな過程で全滅したりとかするのもあるし、作物が。やっぱ作物自体もストレスがかかったりかぎり。東日本大震災かな、あれを見た瞬間に、あのハウスなんかがずっと津波で押し流されていく様子を見て、これ自分が安心安全って思ってるのは分からんなと思った瞬間に、じゃあ自分のやりたいことやろうと思う。でそれにサイクルをこっちでこう合わせていこうかなっていう思いで、まあその時は勇気あったけど、まあ自然栽培というか、そういう触れる機会があったから、ね、タイミング的に。なかなかね、そういうタイミングっていうのを自分はベストのタイミングで出会ったと思ってるし、自分がやりたいのと一緒やったから、自分一人だったらね、なんとかやれるけど、やっぱ傭兵がつくとなったらね、それなりの収入もいるだろうし、覚悟はあるのかなという思いはあったけど、するという思いがまあ強かったから、いつからでもやり直せるやん、若いのは。自然栽培の方にちょっと興味を持ってくれたら、やってやれることは一緒にやってやろうかなという気持ちだったね。一つ一つ、まあこれができたら次のをちょっと試して作ってみようかなって。何でもできるかいいんだから、何でも自分の好きなもの、他はみんな特化してるやん。ネギならネギとか大根とかいうのじゃなくて、その補助が出来上がったら、自分がちょっと興味があるなとかいう野菜があったら全部作れるし、でそれが美味しいよ、またね。そう、お客さんから美味しいとかいうのをね、あれしたらもう非常にそれが力になる。だから深いんよ。面白いんよ、それがまた。